皆さんこんにちは。今日はめちゃくちゃこの格好で海に行く感じが伝わってると思うんだけど、湘南に行きます。イエーイイエーイ。今日は湘南に行くんですけど、ちょっとねディナーは楽しみだったところに行きます。なんかずっとずっと知ってはいたけど行ったことがなくって、テレビとかでよく見てたりとかしてたから、私的にすごく憧れの場所だったんだけど、初めてそこをね予約して今日はねディナーを食べに行きます。で、一応そこがゴールではあるんだけど、その前に私がね久々にアースカフェに行きたいなと思って、だから久々のテラスモールのアースカフェに行ってボバを飲みたいと思います。東京にもあるんだけどさ、あんまり最近行ってなくって、だからアースカフェのボバ楽しみ。天気良くてよかった ね。すごいいいよ。昨日は本当に雨がザーザーな日で、何日か前にさ夜ご飯予約してたから、ちょっとでもずれたら雨だったと思うと、晴れてくれてよかったなっていう感じで、湘南日和だね。湘南日和ね。じゃあドライブして向かっていきます。来ました。アースカフェといえばこの絵だよね。これ見るだけでテンション上がる。よし、お腹がペコペコなのでボバ飲みに行きましょう。じゃーん、いっぱいあります。小林さん好きそうなワッフルもいっぱいあるし、パンケーキもあるし、でも夜ご飯食べに行くからドリンクメニューもたっぷり。私はアールグレイボバかな。タピオカなんだよ。でも普通のお店のタピオカより大きいタピオカが。うん、私は抹茶か迷うけど、どうしようかな。ほうじ茶もあるな。この3つで迷う。小林さんは？いっぱいあるね、ラテ系も。ドリンクが届きました。かわいい浩平さんの柴犬。あ、柴犬。あ、柴犬か。猫かなと思ってたけど、そうだわ、マラマユがあるもん、ちょっとジャックみたいでかわいいね。で、私のは巨大なボバです。じゃん、これがボバ。すごいノエルになってきた。上手。ふわふわにさせたんだ、頭。頭なのかな、なのか分かんなくなっちゃった。ダークからナイルに変身しました。ふわふわ加減が上手、この辺の、じゃーん、こんなに大きいチョコバナナワッフル頼んじゃいました。すごい、予想以上にさ、がっつり食べちゃうね。お腹空いてるんだもん。じゃーん、たっぷりね、クリームね、たっぷりたっぷり。それではボバいただきます。インサーインサー。うーん、おいしい。これ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 、この量はいける。途中で持ち帰るようにしてもらうかもしれない。ちょっと今日は若干寒いけど、これからの季節はこのねブレンドがおすすめ。液体の方とブレンドがあるんだけど、シャーベット状だった。手つめた。私たちの共通点で好きなものはチョコバナナだった。そう、あと2時間半後に食べるのよ、夜ご飯。最高。おいしい。東京のさ、表参道店のアースカフェが好きだったのに前になくなってしまってショックなんで、私はアースカフェにどんどん貢献していきたいって思ってるんだけど、でなんかここの近くにも路面店があったっぽいんだけど、そこも最近違うカフェに変わって、横浜のベイクウォーターとかにも入ってる。小林さんの昔ちょっと憧れてたベイクウォーター。綺麗な、綺麗な船みたいな形してる。テラスモールの外を歩いてます。髪の毛がちょっと二つ結びがちっちゃい子みたいだったから撮った。すごい噴水になってる。そこ楽しそうだね。ちっちゃい子たちです。嬉しいね。びしょびしょになるね。あれもびしょびしょになる。あれはもうね、びしょびしょ確定。あ、ロンファーマンド。いいよね。テラスモールのこの雰囲気好きです。今日は
めちゃくちゃ湘南を意識したファッションにしちゃったんですけど、全体的にちょっと素材なんか似てない？似てるね。ちょっと編み編みって感じで、うん、ホワイトコーディネートなんですけど、バッグお気に入りのアンテプリマのやつ、これミラノでも使ったやつなんだけど、ちょっとスポーティーな感じなんだけど、色がホワイトで優しい感じでみたいな感じで、ホワイトとブラックで合わせてみた。今日はいいですね。じゃん、鬼塚のやつ。違うよ、建造で。あ、間違えた、建造のやつです。懐かしいのが、ここの席でさ、お父さんとアースカフェのさ、ドリンクを飲んだの。テラスモールのここで、父の日だったかな、3年前ぐらい。懐かしい。テラスモールを出てきました。私は頭が夏で服が冬っぽくなってますが、うまいな。ちょっと冬物ちゃん、冬物だからセールだったのと思う。安かったね。ユニクロに行ってね、予想以上に今日寒くって、なんかまあ私がアイスドリンク飲んだのもいけないと思うんですけど、でさ、夜ご飯の場所がテラス席を希望してるからね、絶対これから寒くなると思ってユニクロでアウターを買いました。これメンズ？メンズ、わかんない、それは XL にして、これからも公園さんが着れるのを選んだから大きいのにしたけど、メンズっぽいね。メンズかな、色がメンズっぽいけど。で、小江さんもずっと探してたアウターを変えたんだよね。そうそう、俺はレディースを買ったけど。逆だね。最後の1個だったよね。そうね、よかったね、うん、っていう感じで、今から夜ご飯、早めなんだけど、予約取れたのが4時半しかなくってね、うん、初めての場所に行きまーす。行きまーす。絶対眺めがいいから、高いところにあるところだから、うん、楽しみ。多分さ、4時半だから、うん、まだ混んでないと思うの、ディナータイムは、うん、で、入った順で天気がいい日にテラス席も入れてくれるらしいから、だから予約してるわけじゃなくてね、テラス席って。あ、4時半に来てくれたら、そう、順番に空いたら案内できますって感じで、テラス席は予約は一切やってないんだって。そうですか。そうなんです。っていう感じで、湘南をドライブしながら向かいたいと思います。なんか取れなくなっちゃった。海の方に行きます。私が来たかったアマルフィに来ました。アマルフィどう？素敵ですね。素敵、予想以上に素敵なんだけど、こんな広いんだって感じで、無事テラス席に座れています。今しかもね、あったかい、太陽がめちゃくちゃ差してくれてて、あー、日光を感じてる。すっごい綺麗、目の前に江ノ島が見えていて、最高のロケーション。美味しいです。私はいただいちゃいます。ありがとうございます。チーズ、めちゃくちゃチーズ、上品に食べてたの、ハムが。どうした？ビローンって。ハム美味しい。生ハム。チーズも美味しいし。私は思いっきり手でガチッといってるけど、これさ。お上品。生ハムがあれやと思う。切れないと思った。エノデンの音はする。うん、通ってるね。生地がすごいこんな感じ。クリスピーな感じで。サク。クリスプ？クリスピー？いや、知らん。どっちだろう。
薄いやつ。薄くってパリッとしてるやつ。パン生地タイプじゃないというか。食べやすい。小林さんが美味しいと言っているパスタ。美味しい。美味しい。いただきます。なんだっけこれ、何パスタだっけ。エビと魚介類トマトパスタ。そういうことにしよう。そういうことにしておきます。もちもち、ね、うん、パスタが美味しいです。飛ばすんじゃないかと心配ですね。つくのかな。うん、つきそうだわね、さっきから。うん、うん、これもそろそろやっといたら早めにね。そうそう、うん、ありがとう。こんないいところなんで今まで来なかったんだろうって思うぐらいいい感じ。でもなかなか来ない。なかなかもうちょっとやっぱ下の方行っちゃう。そうだね、海の近くに行きがちだけど、ここに来るまでの階段の道のりがすごい綺麗だった。森の中歩いてる感じだ。最後に私たちの大好きなティラミスです。あとはカプチーノ、デザートだね、うん、最高最高です。そしてちょっとね、今日は夕日は見えないんだけど、でも綺麗。これもこれでこんな感じで暗くなってきました。このなんかランプもついてる、うん、ね、これもつくのかしら。キラキラ、いただきます。あわあわ、美味しい。カプチーノなんで。実は今日映画祭をやってるんですよ。女子のやってるね、うん、でもね、今年はチケット取ってないから、うん、ちょこっとだけ帰り道に見に行こうかなって、うん、覗く程度なんだけど、そうそうそう、ちょっとせっかくだから味わって帰ろうかなって感じ。そうですね、うん、そうですね、うん、うん、うん、なんだ首、昨日の俺と一緒。違う、さっきの俺か。映った映ってない。別に映してる。これ何の表情なの。ちょっとこっち向いただけでさ、ビッて車でなってたの。さっき映った映った。そうなるで。それ何言おうとしてた。やっぱねって言ってた。ちょっと忘れた。やっぱね、この時期になるとそういうのが増えてくるからって。ちょっと今出てますそれだけ飛んでしまった。怪しい人がいるじゃん。お腹いっぱい。美味しかったです。こんな感じの階段です。なんかボクサーみたいな人がいる。さっきユニクロで買ったやつを着てますね、彼は。こけそうだからちょっと切ろう。すっきり。ということで画面がいきなり変わっちゃったんですけど、帰ってきました。
おうち。今日は楽しい一日だった。お風呂上がって、なんかさ、昼間今日めっちゃ寒かったんだけど、夜やっぱなんか最近暑くって、いつもお風呂上がりにちょっとだけ冷たいドリンク飲んで体を冷ますために。あ、でね、最近嬉しいものが届いてちょっと紹介したい。これ、あのね、いつもお世話になってるポール・スミスさんからね、結婚祝いで可愛いマグカップ。じゃーん。可愛くない？どっちもさ、ワンちゃんの柄のもので、で、これさ、12月にあのポール・スミスの、丸の内店で動画を撮らせてもらった時に、可愛いって言ってたマグカップ届きました。見て、ジャックとノエルみたいでさ、めっちゃ可愛いじゃん。嬉しい。それ覚えててくれたのかなと思って。で、こっちのもう一つの方もワンちゃんが2匹いる感じで、かわいい。中にもいる。ほら、かわいい。あ、こっちもかわいいんだよ、中。ハロー。じゃーん。これもあの時に気になってたディフューザー、どんどんタオルが後ろにずれててる。かわいい。ディフューザーブルーで、上のここの蓋の部分がグリーン。これがめちゃくちゃいい香りなんですけど、早速お部屋に置いてるんですよ。ちょっと取れてきちゃった。チェック。よっ。そうなんですよ、もうめちゃくちゃ嬉しくって、めっちゃボヨンってなっちゃった。ジャックくんがいます。え、チュンチュンチュン。ジャックくん、おいで。はい、ということで最後はノエルくんとジャックくんと一緒にバイバイですね。今日はちょっとノエル、ジャックのお留守番長くなっちゃったから、明日は一緒にね、いっぱいね、お外に行けたらいいなと思います。見てよ、と思うということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次のブログも楽しみにしててください。バイバーイ。おやすみなさーい。